シー、はなか、ことね、まほ、私たちはちえまです。はい、ということで今日は、はい、今風が強いため中に入ってるんですけど、はい、今日は新大久保で1万円企画をやろうと思います。イエーイ、幸せな企画です。はい、今 UFO チキン屋さんに来たので、はい、早速頼んでいきたいと思います。はい、なんか新大久保で1万円企画って結構なんか幸せな感じで終われるっていうのを事前リサーチで調べたので、お、幸せな感じで終わりにしましょう。今日はじゃあ結構おしゃべりメインな感じかな。そうね、うん、あとはなんか美味しいものとか映えるものとかをたくさん食べていきたいと思います。いい、ね、楽しい。そういうことでレッツチェコー。選べる選べる選べる。だってジュース半額じゃん。ジュース頼もう。半額にならなくていいね。あ、そっか。趣旨が変わってきちゃった。ね、でも頼みたい。こっち、チーズフォンデュもあるよ。これは多分骨付き。これは骨付きだと思う。ママお客様だから。あ、これはそっちにしよう。そっちにしよう。頼みました。イエーイ。待ちたいと思います。何がいつも楽しみ？コーラかな。コーラかい。コーラかい。無心で食べる。チキンこんな感じです。おいしそう。わ、やばい、ちょっと待って、やばいやばいやばい、チリチリ、あ、やばいやばいやばい、チリ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 になった。これこれこれ、あ、え、やばいやばい、まあ、ごめん、いや、そうやばい。はい、ということで、はい、食べよう。皆さん、うおー、めっちゃ美味しそう。こういう感じになりました。絡めるではなく乗っける。うまっ。待って待って、カリッコリになっちゃった。すごいね。よ、いただきます。めっちゃ熱そう。わかるわかるわかる。めっちゃ美味しい。待って、ヤンニョムの甘辛さとチーズの濃厚さがマッチしてて、これはもうミラクルです。うまい。ヤンニョムチキンもみんなが思ってるほど全然辛くない。ヤンニョムチキンあんまり食べれなくて辛くて、だけど他のヤンニョムチキンはあんま辛くないのに味がすごい濃いので。そうだね。やめて、マジで。やめて。ねえ。私やりますけども触って。私はもうゴミビデオは家で見てるよ。そこは優しいので見てください。こちらです。ありがとうございます。それでは、行きたいと思います。手術始めるんですか？ Yes。 お願いします。お願いします。これ、おにぎりにするんだよね。じゃあハートにしてあげるよ。はるか何がいい？欲しい？オッケー。あ、そう。なんか？あ、熱っ。
めっちゃ潰してる。はい。なんかさ、指の跡はない。いやいや、え、ここに置いていい？いいよ。はい。え？なんですか？四角？お願いします。はい、できました。おあ、でもいい感じじゃない？お上手上手、ありがとう。まほちゃんが作ってくれたおにぎりいただきます。一口で、謎な譲り合いが始まってて、最初はグッジャケポイ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 、まだまだ、最後の一口いただきます。楽勝じゃん。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。食べやすいんで気をつけてください。めっちゃ美味しい。それはちょっと来てる。
では3軒目に行こうじゃないかと思いましょう。今日は3軒目です。後で何を頼んだか29日日曜日、チョコリシャスボリューム2大阪ワンマン開催決定しました。イエーイ。そしてなんと新曲、なんと2曲初披露します。その他にもカバーダンスなど盛りだくさんです。はい、チケットの購入は概要欄からできます。はい、そして大阪ワンマンの詳細についてはこちらの動画を見てください。みんな待ってるよ。バイバイ。本日も動画見ていただきありがとうございます。新大久保一番いい企画いかがでしたか？とても辛かったです。明日はバリバリかっこいいダンスしてますので皆さんお楽しみに。バイバイ。